これはかなり期待できそうだな。名刑事が行方不明なんだ。きっと不正が起きてるんだよ。解決してくれたらすごい速さで駆け上げるよ。彼は友人だ。こうしている間にも署の全員が捜索に出ている。皮肉にも彼は捜査に来ていたんだ。この地域で複数の人間が行方不明になっている件で、ここ数ヶ月行方不明者の報告が複数ある。マーフィーは一番最近の不明者だが、それなりの人物は彼だけだ。これを見たからにはもっと質問をしないとな。仕事に行く途中、理髪店に入るのを見たわ。こういう地域ではよくあることよ。変なやつだった。ずっとここにいたよ。いろいろ探ってたな。町から消える連中がいるよな。どういうことだ。あれはジョージが配達してくれる。すごいよ、花がすごく育つんだ。優しいやつだ。いつも助手にプレゼントをくれる。上着やらハンドバッグやら。ジョージは恋人よ。きっともうすぐプロポーズしてくれるの。今日かもしれないわ。普通じゃないな。これについて誰かが詳しいかもな。ここで行方不明者について聞いていたわ。ミートパイを買ってた。ちょっとおしゃべりして理髪店に向かった。何人か行方不明だと言われたけど、それについては何も知らないわ。ジョージはパイ用の肉を配達してくれる素敵な人よ。受け取るときに払うの。仕入れ先は地元の精肉店ね。あれこれ探ってたうるさいやつのことか。失せろって言ってやったよ。うちの牛肉の質には自信がある。でもこの辺で安売りしたやつがいて売り上げが落ちたんだ。ジョージ、ジョージなんて知らんねえ。ここに来てたくさん質問していったよ。満足いくまで答えてやったさ。しばらく見ない人が何人かいるから。彼がどうかしたのか。バカな子だよ。時々ナメシ側を配達してくれてたが、ほとんど面識はないね。
髪を切ってやったよ。なんだかいろいろと質問されたな。そういや切ってる時に首の付け根にタトゥーがあるのを見たな。確か緑色のケルト十字だった。ああそうだ、ここ何ヶ月かで何人か姿を消してる。うちのお客さんもいたはずだ。ジョージなら少し前に髪を切りに来たよ。恋人のためにかっこよく見せたかったんだと。花屋のジョアンナと付き合って随分になるからな。やっとプロポーズできるくらい貯金ができたって言ってた。これを見たからにはもっと質問をしないとな。酒をやめようと思ってさ、時々ヒゲ剃りの最中に手が震えるんだ。新しい髪型を見せに来てくれると思ったのに、きっと家にいるのね。うん、早くプロポーズしてくれないかしら。彼はあと一歩で行方不明者の行き先を突き止められたのに、みんな有効活用されたのさ。パン屋と花屋と私に。あの事件を鮮やかに解いたね。本当に嫌な犯罪だった。まさにミスター・レイモンドの三毛小説だ。